皆さんこんにちは、神谷チャンネルへようこそ、神谷ゆうたです。よろしくお願いします。今日は、皆さんからもらった質問に、答えていきたいと思います。以前インスタグラムの、ライブでもやったんですが、時間の問題だったりお答えできないものもあったので、この企画をやろうと思いました。今回は、インスタグラムでもらった質問なんですけど、たくさんの、質問をもらいました。ありがとうございます。今からお答えしていくんですけども、今回もらった質問をすべてお答えしようと思っています。そんな中で、似たような質問もありましたので、そこはまとめさせてもらってます。ご了承ください。はい、まず最初はサッカーのこと、結構質問ありましたので、お答えしていきたいなと思います。まず一つ目、ベーソルに移籍した理由は、まあもちろん、カシアレーソルという名門クラブに行きたかったっていうのもありますし、昨年僕が愛媛 FC にいる時に戦わせてもらったんですけども、その時にやっぱりこうチームとして、魅力を感じたっていうのもありましたし、やっぱり直接戦っていろいろ思うことあったので、そんな中で決めさせてもらいました。はい、愛媛時代の一番の思い出は、徳島戦でゴールを決めたのがやっぱ一番の思い出かな。愛媛 FC 対徳島ヴォルティスの試合っていうのはダービーですし、やっぱその中でこうゴールを決めれたっていうのはすごく僕にとって印象残ってますし、やっぱ一番の思い出かなとは思います。自分のベストゴールは何ですか？ベストゴールね、栃木戦の、2ゴールどっちも僕の中でベストゴールだと持っていて、1点目はフリーキックで決めた、まあ、本当に完璧、僕の中でも結構完璧に近いフリーキックだったし、2点目はキーパーをかわしてのゴールだったんで、本当になんかこう自分の理想に近いゴールだったので、この2つがベストゴールかなとは思います。はい、柏ですごいと思った選手は、いやもうみんなすごいんですけど、一番なんだろうな、驚いたことってよりも衝撃を受けたことは、やっぱ瀬川くんの守備意識っていうのはすごく衝撃を受けて、あの迫力のあるプレッシャーだったりとか、本当になんかこう獣を狩るようなディフェンスをするんで、本当にそれを見た瞬間、なんか物にしないといけないなと思って、一番衝撃を そこが一番衝撃を受けました。はい、青森山田あるある教えてください。いっぱいある、正直。まあ、僕たちこう点呼とか、集合必ず朝とか昼とかあるんですけど、まあ、そういう時にだいたい15分前集合って言われてて、でだんだんみんな余裕を持って来ようとすると30分前ぐらいに来ることもあって、でだんだんこうみんなそれにつられて30分前集合になって、で結局最終的には何時集合したらいいのかわからなくなるのが青森山田あるあるかなと思います。試合前のルーティーンは音楽を爆音で聞くことですかね。もう iPhone でいつも聞いてるんですけど、ヘッドホンして音量がもう全部マックスなんですよ。普段だったらめっちゃうるさいと思うけど、試合の時はなぜかちょうどいいんですよね。まあそれがいつものルーティーンかな。プロ最初湘南ベルマーレを選んだ理由は、そうだな、やっぱり張さんの存在がでかかったのかな。なんかこう練習参加させてもらった時に、みんなの練習姿勢とか一つの練習に対しての思いっていう、やっぱその張さんから来てるのかなと思い、やっぱここでやったら成長するだろうなと思い、最初に湘南ベルマーレを選ばせてもらいました。一緒にプレーしてきた選手で度肝を抜かれた選手は、プロの選手はみんなすごいんで、プロサッカー選手をちょっと外れて僕が一番衝撃だったなと思う人は、青森山田高校時代のコーチなんですけど、正木コーチっていう、まあ、僕たち A チーム相手に、試合をすることがあって、もうほぼみんな全員ドリブルでかわしていくんですよ。
誰も追いつけないぐらいのスピードで、もうその時にうわすごい人だなと思って衝撃を受けましたね。はい、あれはびっくりしました。本当にすごい人です。すごい人です。はい、感じました。はい、試合前に聴く曲は、聴くのは大体あのドラゴンアッシュとエミネムです。ベイソルで一番面白い選手は、みんな面白いかな。でもコウスケくんとか面白いかな。いつもムードメーカー的な存在でもありますし、うん、面白いというか元気ですね、あの人は。元気な人です、あの人。仲いい選手は誰ですか？柏でもその他のチームでも。仲いい選手は、まあ、レイソルだと同い年とか、あと一個下に子が太陽くんとかいて、そこら辺は、うん、常に一緒にいて仲良しかなと思いますし、他のチームだったら僕たちの世代、東京五輪世代のベルディにいる今井上志音くんと、あと今愛媛にいる長沼陽一くんと、あと今フロンターレにいる旗手怜央くんはすごく仲いいかなと思いますし、このコロナ期間中でも一回グループ電話したりとかするぐらい仲いいかなと思います。プロになるために人より磨いたものは、トレーニング、細かいトレーニングとかっていうよりも、うん、本当に人より努力することを磨いたかなと思います。もう常になるべく一人練習しないととか努力しないとと思い続けて、毎日練習はしてました。まあ、本当にそこが、誰にも負けないところかなと思いますし、一番磨いたところかなとは思います。はい、ベルディユースから青森山田高校に行った理由は何ですか？まあ、正直僕の力不足だったというか、まあちょっとした挫折を味わったのかなと思って、まあ高校1年生でベルディユース、まあ高校3年生の試合に出させてもらったりとか、まあ国体で優勝したりとか、すごいいい流れで高校生活始まったな、ユース生活始まったなと思ったんですけど、まあそこで調子こき始めて、やっぱり自信が過信になってしまい、やっぱ天狗になったところで、やっぱりこう、一つちょっとした挫折を味わったのかなと思い、まあ環境の変化ってものすごく僕の中で大事だと思ってて、まあ絶対にしろというわけじゃないですけど、まあ、僕はそういう性格だったので厳しい環境に行った方がいいのかなと思い、青森山田高校に行きました。自粛中トレーニングしてますか？めちゃくちゃしてます。はい、もう家でできること、まあレイソルは今2日に1回グラウンドを使える状況なので、まあなるべく人との距離を取りながら、まあ、2メートル以上離れながら、トレーニングします。湘南での2年間はどうだった？どうでしたか？まあ間違いなくかなりいい経験をさせてもらいました。まあプロ入って初めての1年目、そして慣れた2年目、まあ1年目は何もわからない中、ただひたすらがむしゃらに試合に出たいっていう欲にあふれてたのを覚えてます。2年目は何かうまくいかないことがあり、試合に出れずに、次の年愛媛FCに行ってしまいましたけど、まあでも試合出ても出なくてもすごく湘南にいたっていうことが僕にとって、これからまたこれから財産になっていくのかなと思いますし、本当にいい経験させてもらったなとは思ってます。はい、手本とする選手、憧れの選手は誰ですか？一人挙げるとしたら、今はアーセナルにいるメスト・エジル選手、ドイツ代表なんですけども、その選手は好きで、天才感が溢れ出てるというか、もう何しても上手、そういう選手になりたいなと思いますし、僕がサッカー始めた頃、なりたいなっていうプレイヤーがなんか今実在してるような感じなので、憧
憧れてる選手はいじる選手です。はい。子供の頃、サッカー上達のために意識してきたことは、まあ本当に人よりボールを触ることを常に意識して、小さい頃はやってたかな。まあなんか小さい頃はそこまで意識するというよりも、ただひたすら上手くなりたいなと思ってたので、ボールを蹴ってました。はい。青森山田高校で一番きつかったトレーニングは何ですか？間違いなく雪中と、朝6時半からの 1500m 走、しかも4分以内に入らないと次の日に持ち越されるっていうのが一番地獄でした。はい。サッカー漫画で語られるシステムとテクニックはプロの立場から見てどうですか？結構サッカー漫画いろいろ読ませてもらってるんですけど、まあ、なんかシステムとかテクニック、まあシステムに関しては監督でもないしちょっとよくわかんないんですけど、テクニックに関してはなんかもう異次元なテクニックもありますし、できそうなテクニックもありますし、だからなんか見ててワクワクするというか面白いなとは思います。はい。一番しんどいトレーニングはただ単に長距離を走ることが一番しんどいです。はい。サッカーをやってきて一番のこだわりは、めちゃくちゃこれいい質問だと思いますけど、めちゃくちゃ答えるの難しいです。そのサッカーに対する思いっていうのはこだわってるんじゃないですかね。まあここまでサッカーをやってきて嫌いでここまでやれないと思いますし、サッカーに対する思いがこだわりなんじゃないですか。ちょっと難しいです。はい。試合中サポーターの声は力になってますか？間違いなくなってると思いますし、サポーターの声は間違いなく届いてます。今年の開幕戦、出場させてもらったんですけど、やっぱサポーターとの距離が近いので全部響くんですよ。だから何か一つ貢献したりとかガッツのあるプレーすると、もうみんなの歓声が上がるのはすごく嬉しいし楽しくて、やっぱりサッカーやっててよかったなと思います。はい。まあ、本当それで頑張れますね。はい。おすすめの筋トレは何ですか？人それぞれだと思いますけど、僕は今あのコバトレというコバさんがやっているトレーニングなんですけど、そこに外出自粛前までは毎週通わせてもらってますし、今もその通わせてもらった時の練習トレーニング法を見ながら家でもトレーニングしてます。コバトレっていうのは簡単に言うと体幹トレーニングとか体の使い方っていうのを教えてくれるとこかなとは思います。スパイクの選び方はどういう風に選んでいますか？小さい頃の時はもうなんかあるものを履いてたんであれですけど、今はあんまり軽すぎず重すぎずっていうスパイクを選んでますかね。まあそれは人それぞれだと思うんですけど、あとは紐の長さですかね。紐の長いのちょっと苦手かなっていうのを思ってまして、紐が短いのをなるべく選びます。はい。ドリブルは何を意識していますか？相手の重心だったりとかを見てますかね。それを意識しながらいつも駆け引きして相手の逆を突こうといつも思っています。はい。プロの世界ってどんなところですか？まだ僕が知らないこともたくさんあると思うので、この質問は本当にまだ答える立場ではないなと思いますけど、まあ、今のところは楽しい時も辛い時も苦しい時もありますけど、僕はすごいいい世界だなとしかまだ僕は言えないです。まだ経験が足りないので、またこれからいろいろ経験していくと思うので、素晴らしい経験を積んだ後にこの質問にまた答えたいと思います。ということで以上サッカー編は終わりです。まあ、本当にね、いろいろ皆さん質問、サッカーのことで質問をしてくれてますけど、まあ僕にもまだわからないことたくさんありますし、もっともっとこれからいろいろ経験していい選手になって、もっと答えられるような選手になっていきたいなと思います。じゃあ次は、プライベート編をいきたいと思います。